こちら、アンゴロです。10万円型ランゴーサンダービーの第3レースは、1着にステラがゴールしました。残りは2着。第3レースで決着がつかなかった場合に備えて、第4レースの投票受付を間もなく開始します。初めての人も投票できるので、ぜひ楽しんでください。説明欄にリンクを貼っておきます。今回の話題はこれです。ドーン！ビットコインとイーサリアムのどちらを握りしめた方が爆益か？に回答します。最近イーサリアムのポジティブニュースが多いです。チャートドーン！これはイーサリアムの冷やしたです。2020年元旦発電は129ドル。アメリカとイランの戦争懸念をきっかけに上昇して2月に288ドルまで上がりました。このショックで86ドルまで暴落し、反発し、7月にコロナ直前の価格に回復しました。その後も調整を入れながら上昇が続き、2021年の元旦発電は737ドル。ビットコインの爆上げと一緒に爆上げして、1月10日に1348ドルまで上がりました。ビットコインは1月8日の最高値の後、価格が伸びなくなりましたが、イーサリアムは一旦下げた後、再び急上昇して、1月19日に直近高値を更新。さらに、1月25日に3年ぶりに最高値を更新して、1475ドルをつけました。ビットコインと比較します。チャートドーン！これは2020年1月1日の価格を 0% として、現在までに何%変化したのかを表したものです。2020年末までにイーサリアムは 463% アップ。ビットコインは 303% アップ。イーサリアムの方がパフォーマンスがいい結果になりました。2021年もその傾向は続き、現在は2020年元旦価格からイーサリアムは 945% アップ。ビットコインは 419% アップの状況です。ビットコインの5倍も十分爆上げですが、イーサリアムはその上を行く10倍になったということですね。ニュースだ！イーサリアムの価格は1万500ドルに向かう！ファンドストラットが予想。分散型金融はイーサリアム 2.0 へのアップグレードの期待を受けて価格を押し上げると指摘した。1万500ドルは日本円で110万円。現在価格の8倍。次っと。イーサリアムは2021年に投資家の主要資産になる。これから仮想通貨に投資しようとする人にとってイーサを最初の仮想通貨にすべき。次っと。仮想通貨イーサリアム実現時価総額が過去最高を記録。700億ドルを突破。2020年3月の仮想通貨市場の暴落で250億ドルを下回ったが、そこから約3倍にまで増加したことになる。めっちゃポジティブ。このように最近はイーサリアムのポジティブな話題が多いです。実現時価総額と聞いて最近囁かれているのがこれです。ドーン！イーサリアムはビットコインの時価総額を抜くのでは。実現時価総額と時価総額、説明しよう。まず時価総額は価格かける流通枚数のことです。例えばコイン1枚の価格が 0.1 円のようにいくら安く見えても、流通枚数が超大量だったら安いとは限らないので、価格かける流通枚数の時価総額をコインの価値として異なるコインと比較します。ずっと。これは時価総額ランキングトップ10のコインです。1位はビットコイン。価格は 32,916 ドル。時価総額は 6,146 億ドル。2位はイーサー。価格は1,309ドルでビットコインの25分の1ですが、時価総額見ると1,490億ドルでビットコインの4分の1です。チャートドン。これは2017年からの時価総額の推移です。オレンジ色はビットコイン、紫色はイーサリアムの時価総額です。2017年の仮想通貨バブルでの頂点は、ビットコインは3262億ドル、イーサリアムは1250億ドル。2021年1月の最大値は、ビットコインは7561億ドルで、バブルの2倍以上になりました。イーサリアムは1594億ドルで、バブルの 1.2 倍です。時価総額の差は現在が過去最大になっています。以上が時価総額についてです。次に、実現時価総額は、送金時の価格で計算する時価総額のことです。例えば、コインの価格が100枚の時に1枚を着金して、それ以来ずっと動かさなかったら、そのコイン1枚の価値は市場価格が変わっても100万円として時価総額にカウントされます。普通の時価総額は現在価格かける流通枚数という単純な計算なので、価格が低い時に買われたコインと高い時に買われたコインが時価総額に与える影響はどちらも同じです。例えば、
A さんが1000万円持ってきて、1円のコインを1000万枚買ってガチョした後に、コインの価格が100万円に上がった場合、A さんによる資金流入は1000万円ですが、時価総額に与える影響は100万円かける1000万枚イコール10兆円です。まるで A さんによる資金流入が10兆円。これだと、資金流入の規模感がわかりません。そこで実現時価総額を使います。実現時価総額は送金時の価格で計算するので、A さんが自分のウレットに送金して A に合唱した場合、A さんのコインが時価総額に与える影響は1円かける1000万枚イコール1000万円です。このように、アドレスごとの送金時の価格で時価総額を計算するのが実現時価総額で、これによって資金流入の規模感を把握できます。ずっと!これは実現時価総額のチャートです。オレンジ色はビットコイン、紫色はイーサの実現時価総額です。ニュースではイーサの実現時価総額は700億ドルと報道されていますが、グラスノードのデータは570億ドルです。灰色の比率はビットコインの実現時価総額をイーサの実現時価総額で割った値です。比率によってわかるのはビットコインの実現時価総額はイーサの何倍なのかです。仮想通貨バブルの2017年12月に比率が 4.1 倍まで上がり、2018年7月に 2.5 倍まで下がった後、2020年までは右肩上がりで上がり続けました。ビットコインの方が資金流入の勢いがあった様子が伺えます。薄い緑色の部分は2020年で比率の変化に注目です。4倍以上なのでビットコインの方が十分高いですが、4.6 倍で頭打ちになっています。2021年1月に 4.6 倍をつけたと、1ヶ月で 3.8 倍まで急落しました。3.8 倍は2019年以来の1年半ぶりです。以上が実現時価総額についてです。以上参考に、ビットコインとイーサリアムのどちらを握りしめた方が爆撃するのか予想すると、それは、爆撃はイーサリアムの方が可能性が高い。ガチをするのはビットコインと予想します。何々意味がわからない。理由を説明します。まず、ビットコインとイーサの時価総額の比率を確認します。ドン!オレンジ色はビットコインの時価総額、紫色はイーサの時価総額。赤色が比率でビットコインの時価総額をイーサの時価総額で割った値です。2017年の仮想通貨バブルで 7.2 倍まで開いたと、ビットコインの急落とイーサの急騰によって一時 1.5 倍まで縮まりました。その後、ビットコインが復調し、2019年9月に過去最高の10倍をつけた後下落に転じ、上値を切り下げながら徐々に下がり、1月29日現在は4倍。4倍は2018年以来の2年5ヶ月ぶりの低さです。このように時価総額の比率が波打ちながらもだんだん下がってきています。この原因は何か?ずっと!これは2015年からの1日ごとのトランザクション数の推移です。オレンジ色はビットコイン、紫色はイーサー。灰色の線は比率で、緑色の線は30日移動平均線です。比率が5倍以上はグラフからはみ出ています。なお、2つのコインは利用用途が異なるので、単純に数が多い方が優れているという結論にはなりません。ここではトランザクション数の伸びの観点で比較します。2016年まではビットコインの方が圧倒的にトランザクション数が多かったですが、2017年からイーサリアムの数が急増し、2017年6月に逆転しました。その後、2018年1月にイーサが133万件まで増えたとバブル崩壊で減少しましたが、ビットコインも減少することで比率は 0.25 まで下がりました。ビットコインのトランザクション数がイーサの4分の1になったということです。そして2019年からビットコインは1日20万から30万台前後で安定しているのに対し、イーサリアムは2020年からディファイの需要で急増し、2020年9月に131万件まで増えました。比率は 0.27 で2018年の引き下げに近づきつつあります。このようにトランザクション数はビットコインは比較的安定し、イーサリアムは2020年から増加の勢いが増しています。次っと!これはゼロではないアドレス数の推移です。ゼロではないアドレス数とはですね、保有枚数がゼロよりも大きいアドレス数のことです。1サトシのような少ないアドレスもカウントされます。最初のこの比率は400倍で、2016年までは圧倒的にビットコインの方が多かったですが、2017年からイーサリアムのアドレス数が急増し、2019年2月に逆転しました。現在はイーサリアムが5296万、ビットコインは3376万。比率は 0.63 まで下がっています。アドレスはどちらも右肩上がりで増え続けていますが、イーサリアムの方が増加スピードが速いので、比率は今後も下がっていくと考えられます。
先ほども言ったように、二つの声は利用用途が異なるので、単純に数が多い方が優れているという結論にはなりませんが、増加の勢いの観点では、イーサリアムの方が勢いがあることがわかります。メトカーフの法則、覚えているかい？メトカーフの法則とはですね、ネットワークの価値は接続する端末や利用者の数の2乗に比例するという法則です。例えば、利用者数が1万人から2万人のように2倍に増えると、ネットワークの価値は4倍になるという法則です。なので、たとえ利用者の増加スピードが一定でも、ネットワークの価値は指数関数的に伸びていきます。この法則に従った場合、イーサリアムの利用者数の増加スピードが今後も維持された場合、ビットコインよりもイーサリアムの方が時価総額の底上げの指数関数的増加が強くなります。すると、現在の時価総額の比率の4倍が次の上値は3倍、2倍のように下がっていき、いずれビットコインの時価総額を抜く日が来ることも十分あり得ると考えられます。これが爆撃やイーサリアムの方が可能性が高い理由です。しかし、イーサリアムには今後のバージョンアップの結果によって傾向が大きく変わるリスクがあるので注意が必要です。現在はイーサリアム 2.0 に向けた開発が進められています。バージョンアップによって大量のトランザクションをさばける性能が実現されれば、今後も分散型アプリのプラットフォームの代表として価値を高めることは間違いありませんが、もし期待外れの結果があったら、利用者が減るだけではなく、他の分散型アプリのプラットフォームに代表を取って代わられることも考えられます。なので、イーサリアムではそのようなリスクがあることを覚悟する必要があります。一方、ビットコインは価値の保存手段として使われ、絶大な信頼を得ているので、イーサリアムに存在するバージョンアップによる下落リスクがありません。これがガチをするのはビットコインの理由です。また、イーサリアムは承認アルゴリズムがプルーフ・オブ・ステークに変わるのも価格の上昇要因につながります。今では、プルーフ・オブ・ワークという計算競争に勝ったマイナーが報酬を得る仕様でしたが、プルーフ・オブ・ステークだと、イーサを預けた量が多いほど報酬を得る確率が高くなります。そのため、マイナーは報酬を得続けたように、預けたイーサを売らずに、逆に預けるイーサを増やすケースが多いと考えられます。これによって、マイナーの売り圧が低下し、開発優勢の局面が増えます。また、支払われた取引手数料をバーンする仕様に変更する話があり、これが実現すると、イーサがデフレ通貨になる可能性があります。コインのインフレ率の比較結果は、時間がなくなってきたので割愛します。このように、イーサリアムは先行き不透明な部分が多い反面、大きく価格を伸ばす可能性を秘めています。ずっと！これは先週公開された取引所ユーザーが保有しているコインの割合です。2021年11月時点でビットコインとリップルの保有割合は 80%！ イーサリアムは 10%！ イーサリアムって、とんがってるから握ったら痛そうだよね。落ちてくるイーサは掴め！以上、ビットコインとイーサリアムのどちらを握りしめた方が爆撃するのかの回答でした。暗号資産ダービー！暗号資産ダービーは、確率の1着2着を的中した1名に10枚目のビットコインをプレゼントするゲームです。1着にはステラがゴールイン。第3レースで決着がつかなかった場合に備えて、第4レースの投票受付を間もなく開始します。初めても簡単に投票できるので、ぜひ楽しんでください。説明欄にリンクを貼っておきます。この動画が面白かったらグッドボタンをお願いします。富山たらさん、ご視聴を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。